医療法人総機会熊本森戸総合病院は、熊本県熊本市中央区にある医療機関、医療法人総機会が運営する病院である。2017年4月移転前の病院元々は、旧低心症管轄の病院であり、低心症が二分症化された際に、電気通信症管轄の病院となり、その後、電電公社の付属病院という位置づけを経て、電電公社民営化とともに、 NTT NTT 西日本に移管。病院名も設置時には熊本停神診療所として始まり、後に病院へ昇格。以後、長きにわたり熊本停神病院として政府直轄施設校舎付属施設とした職域病院であったが民営化に伴い NTT グループが運営する企業立病院となり、 NTT 九州病院 NTT 西日本九州病院と解消された。2011年7月1日より医療法人に運営が移管され、2012年7月1日に現名称となり NTT グループとの関連はなくなった。政府直轄から公社付属施設時代は電気通信省電電公社の職員、専属医療機関であったが、 旧廷新商が設立したいきさつもあり、郵政省職員の利用も可能であった。また、かつて敷地内には、郵便貯金の ATM も設置されていた。2017年4月移転前の病棟の設計は、停新商営然課に所属していた、建築家の山田守。建物の老朽化などに伴い、熊本市中央区大江の日本タバコ産業熊本工場跡地の一角に、 新病院を2015年9月から建設着工し、2017年4月3日に移転した。旧病院の建物は移転後に解体され、跡地にはそれまで同志道区区本寺にあった熊本整形外科病院が新築移転してきている。ありがとうございます。